いやー、あの企画が伸びると思わなかったなキザ山旬出した時にはちょっと恥ずかしかったんだけども、どうなるかなと思ったら、意外と好評でとても嬉しかったです。皆さんこんにちは。スタイリストの大山シです。先日、セルフビフォーアー企画の一つとして、キザな着こなしの大山旬通称、キザ山旬という状態からですね、徐々にアイテムを着替えながら、OK の着こなしに少しずつ変えていくというようなセルフビフォーアー企画をやってみたわけなんですが、それがですね、意外 と好評ででキザ山俊というキャラクターがですね結構皆さんの中でも面白かったみたいなので、まあ、今回はですね、キザ山さんはちょっと出てこないんですが、セルフビフォーアフター企画第3弾ということで、 アメカジに結構ですね、偏った大人の男性ってすごく多いかなと思うんですね。まあ通称アメカジおじさん。この状態から少しずつ現代的な着こなしへと着替えていくような、そんなですね、動画を作ってみたいなというふうに思っています。まあ僕たち大人世代ですね、30代後半から40代、まあそれ以降の世代の方って、アメカジが好きな方が少なくないかなと思うんですね。ボトムスで言ったら色が抜けたデニムだとか、ちょっとゆったりめのチノパンだとか、あとはですね、ブーツ系を 着履とこのあたりのアメカジ的な着こなしっていうのは僕も大好きでいろんなものを今まで買ってきたんですがファッションって結構ですねある年代を境にして止まってしまうという方が少なくないんですね、まあ、特に自分たちが若かった頃のスタイルをそのまま引きずっていて今の着こなしとちょっとギャップあるという方が少なくないかなと思うので今回はですねそんなアメカジおじさんを少しずつ変身させながらセルフビフォーアフター企画をやってみたいなと思っています ぜひ皆さんですね、エンタメ感覚で見ていただきながら、どしどしとまたですね、コメントいただければなというふうに思っています。こちらのチャンネルでは大人の男性に向けて、メンズファッションの今日ですね、なるべくわかりやすく解説をしています。2023年の大山旬は、少しずつふざけていくというところですね、テーマにやってきますので、ぜひ楽しみにしていただければなと思っています。それでは早速、行ってみましょう。こんにちは。雨山ヤ40です。 今日はですね、大山さんに言われて来てみたわけなんですが、まあなんかね、自分の普段の着こなしをちょっと紹介してくれっていうんでね、これちょっと着てみたわけなんですが、 どうですかねえー、まずはちょっと上から順番に行ってみましょうか。このね、上に羽織ってるやつ、なんていうのかなこういうのね、アウターとかっていうのかなこういうのを着てみたんだけども、やっぱりね、竹の長い、こう、コートみたいなのってね、もうめんどくさいんだよね。そういうのじゃなくて、やっぱりもうスッキリとしたじいちゃんがいいんだよ。やっぱりいちゃんがもう一番 俺らの世代にはね、いいんだよね。これ、もうすっきりとして、古着のね、もう着倒したこれ、もう何年前に買って,てたもう25年ぐらい愛用してるやつなんだけども、これが、やっぱりいいんだよね。 あとね、他には上着は、んそうだな、ジージャンがあったりだとか、あとやっぱり、こう、軍物みたいなのも好きなんだよね。だから、こう、なんだ、MA1 みたいなものも好きだし、まあ、とにかくね、この長くないやつがいいんだよね。そういうもう、楽なやつが着てたいの。そうそうそう。まあ、そういったアウターを着るんだけども、で、その、中に着てるやつね、中に着てるのシャツはね、ちょっとこう、ね、な、やっぱり寝るシャツなんだよね。僕らの世代はやっぱりね、この、あ、 あの、寝るシャツがやっぱり気持ちいいんだよなぁ。やっぱりこの、なんか無地だとつまんないでしょなんか無地つまんないから、ちょっとあったかい感じがするね。この寝るシャツ、これがね、やっぱり僕ら古着世代でね、通してんで、やっぱこれが、やっぱりいいんだよなぁ。うん。まあ寝るシャツ着て、で、その中にはね、やっぱり白 T でしょ。清潔感って言ったら白の T シャツが、やっぱり一番良くてね。このあたりはアメリカブランドのやつね、大量に購入してね、これ着てんだよね。そうそうそう。まあこんな感じ。 のスタイルが多くてあと何持ってっかなうーん、そうだな。中に着るやつはやっぱりグレーのパーカーだね。これがまあ一番の正義で、もうなんだ、ジップでこう開け閉めできるやつがいいのね。もうこう、被って着るパーカーなんてめんどくさくて嫌なんだよね。そうじゃなくてもジップでこう開けられるっていうパーカー。まあ色はやっぱりグレーがいいよな。グレーが最高だな。あと T シャツはなんか、 こう、なんつうのカレッジ T シャツっていうのかなこう、英語がバーンって書いてあるようなやつとか、ちょっと古着屋さんで見つけたやつをね、今でもくたくたになるのはいいんだよね。もうね、その、くたくたで体に馴染んでる感じがやっぱり一番いいんだよね。そういったものをよく着たりしてんだよね。まあ、ズボンっていうのかなパンツっていうのかなこれ。うん、このあたりはね、今日はこう上が こういう G ジャンだから、まあ、これに G パンだとちょっとね、あの、さすがに古いかなと思ったから、あの、血のパンを合わせてきたのね。まあ、血のパンもね、ちょっとこう、あのー、あんまりピタッとしたやつ好きじゃないのね。もうタイトな感じっていうのかな。なんかピタッとしたのも窮屈でね、嫌なんでね。だから、やっぱり前からま、血のパンだよね。これがやっぱ気持ちがいいし、なんか自分のこう、感覚にしっくりくるっていうのかな。うん、これがいいなと思って、血のパン履いて、やっぱりちょっと腰落とした なんだよねなんかこう、キッとこう、上げるんじゃなくて、ちょっとこう、だらんとね、腰を落として履くのが、なんか、俺らの世代にはこう、しっくりくるのかなってとこがあって。 このベージュの地のね。でも、裾もね、ちょっとね、もう、だるんとさせたいのよ。ちょっとここに溜めたいの。ちょっと生地を溜めて、こういうなんか緩い感じをね、楽しむスタイルがいいんだと思うんだけど、最近なんか神さんにさ、なんかこのスタイルちょっと古いんじゃないって言われるんだよね。でもなんかどうすりゃいいのかわかんないしなと思ったりしてんだけども、これのね、このスタイルをね、これからもやっていきたいなと思いつつ、ちょっと悩み始めてはいるんだよね。うん。で、靴はね、どういうのが好きか やっぱりこうキャンバス系のスニーカーだとか、このあたりはすごく好きで、うん、よくいっぱい持ってんだよね。まあこういったやつとか、あとやっぱブーツはね、冬になるとブーツが大好きでね、結構ごついのを履いたりするんだけども、まあこのあたりももうあんま買い替えないでずっと前のやつを履いてる感じなんだよね。まあこれが、えー、僕のスタイル。うん、やっぱりこれが気持ちいいよな、っていうところで、いかがでしたでしょうか はい。ということでね。小芝居はこんなところにしまして、えー、今日はですね、こういったアメカジのですね、スタイルを皆さんにご紹介したいなと思ってるんですね。これ、OK のスタイルではなくて、まあちょっとこう、言葉は良くないけど、NG に近いのかなと思うんですね。これはこれで、なんか僕はいいと思うんですよ。ファッションに正解なんかないので、このスタイルを楽しんでるっていうことは悪くないと思うんですね。僕自身、G ジャン大好きだし、この G ジャンは実はですね、20年ものではなくて、最近か た私物のものなんですね。で、これもまた生かしながら変わっていきたいなと思うんですが、まあジージャーも好きだし、まあ寝るシャツに関してはちょっと。 と難しさはあるんですよね。でも、こういったちょっとレトロなスタイルをうまく着こなしの中に取り入れるっていうのは、まあ、えって旬だったりするので、一点ずつのアイテムが悪いってことじゃないんですね。まあ、それをどう組み合わせるのかとか、あとは今の自分の年齢だとか、あとは時代の感覚に合わせて、まあ、ちょっとアップデートしてあげると、バランスがいいんじゃないのかなとは思うんですね。まあ、血のパンとかもね、僕動画の中で結構血のパン難しいですよって言うんですよ。でも、おしゃれ結構上級者の方になると、 ももちょっっとワイドめに振ってて、まあえて使うという方もいい方たりすするんですがなかなかですね、一般的にはチノパンのイメージって、まあ、昔からおじさんが着てそうなボトムスというイメージが強くて、それを覆しておしゃれに見せるというのは、中級者以上になってくるので、難しいんですよね。なので、こういったチノパンよりはちょっと違ったものがいいと思うし、まあ、キャンパス系のスニーカーもね、なんか外しで使えばいいんですけど、見ていただくと分かる通り、今全身がドカジュアルなんですね。 例えば 着てる G ジャンですね。着丈も短いし、色落ちしたような、まあ、ィンテージ感のある、こういったものもカジュアルだし、こういったネルシャツみたいなものも、襟ついてて、シャツなんで小綺れなんですが、だけども、このチェック柄っていうのが、まあ、どうしてもカジュアルに見えるんですね。まあ、ドカジュアルに見えてしまうので、ちょっと難しい。まあ、T シャツもです、カジュアルだし、チノパンもカジュアルだし、そしてこのね、キャンパス時のスニーカーもカジュアルってところで、まあ、全身がカジュアルすぎると、なかなか大人世代には難しかった ででででですすすすののこれををねねベースにに少ししずつ着替ええなながら、まあ、見え方の変化をです、ね、皆さんに楽しん楽いいいたただきたいなと思いますじゃあ、どこから変えるのがいいでしょうかね。まず僕はですね、これ、ボトムスやっぱり変えたいんですよね。ベージュのチノパンも悪くないんだけども、まあ、ちょっと中上級者向けなので、これをですね、僕の動画の中では何度も何度も擦り倒してきたブラック系のイージーパンツにちょっと履き替えてみたいと思います。さすがに下着姿を見せるのも恥ずかしい ちょっとパンツだけ変えてきますね。こちらのブラックのパンツに変えてみたいと思います。はい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 、ボトムスを着替えてみましたが、どうでしょうかだいぶ変わったんじゃないですかね。 なんかね、先ほどのベージュのパンツ、チノパンっていうのはですね、かなりカジュアルだったんですが、ここをもうベーシックなブラックのスラックス系のもので変えてあげるだけで、だいぶですね、こう綺麗な雰囲気が出ると思うんですね。ベージュの柔らかくてカジュアルな感じもいいんですが、ブラックのシャープでスッキリとした感じを合わせていただくだけで、だいぶ変わってくるかなと思います。そうすると、このスニーカーですね、なんかこれもですね、カジュアルで、まあもうちょっと大人っぽくしたくもあるんですが、 これはこれでちょっと外しっぽく見えるので、そんなに悪くないんじゃないですかね。 どうでしょうかまずこう、カジが大好きなパパですとか、大人の男性だったら、パンツをこう、ブラック系のものに変えてみるというのが、ファーストステップかなと思います。で、シルエットなんですけども、いきなりタイトなものとか、細身すぎるものを進めても、なかなか違和感があるかなと思うので、まあ、適度にゆとりがあるものからスタートするのがいいかなと思います。例えばユニコで言うと、関東パンツみたいな細身のブラックじゃなくて、スマートアンクルパンツのような、少しゆとりのあるものです。 ですね、それぐらいのもののも方がまずはスッととやすいいかなと思うのでまあ、これはこれで完成としても、あの、だいぶ見え方は変わってくるんじゃないのかなと思います。まあ、今はですね、こういったブラック系の、まあ、いわゆるコンバースのオールスターっぽい感じのものなんですけども、まあ、これをですね、さらに変えてあげましょうか。これはこれでなんかいいような気はするんですが、まあ、僕の動画の中ではよく出てくるですね、この白レザースニーカーですね。まあ、白レザースニーカーでも、 オールスタークップみたいな、本当にこう、クリーンな感じよりは、こういった、ジャーマントレーナーの方が、あの、ミリタリーとか、古着が好きなですね、大人の男性には、ちょっとこう、癖があって、なんか、古着との相性も良かったりするので、まあ、こういったものの方が、個人的には、いいんじゃないのかなと思うんですが、どうでしょうか。だいぶクリーンな感じありましたよね。意外とオールスターでも良かったような気もするんですが、うん、これだけでもだいぶ良い感じになったと思います。で、やっぱ、あと気になるのはですね、この、 チェックシャツですよね。これがですね、かなりカジュアルなので、ちょっとこれをですね、着替えてみたいと思います。 はい、着替えてみました。どうでしょうか中をですね、さっきはチェックだったんですが、同じ柄物なんですけども、それをですね、縦長に見えるようなストライプに変えただけでも、だいぶ印象が変わってくるかなと思います。僕は結構このような G ジャンのスタイルもすごく好きなんですけども、まあ、G ジャン自体が結構カジュアルに見えるので、その内側には結構シャツを着るということが少なくないんですね。まあ、その時にチェック柄よりは、ちょっとこうストライプ柄だとか、まあ後で着ますけど、 無地のの方ががでですすすね、ね、割とと、ね、合わせししやすいかなと思ってて今回はストライプ柄のシャツを着ていましたこれだけでもですね、だいぶ、この G ちゃんはちゃんと着てるんだけども、シャープな大人っぽいスタイルが仕上がってるかなと思います。あんまりですね、アメカジベースが好きな方に対して、綺麗すぎる着こなしを提案しても、しっくり来ないということが少なくないんですね。まあ、徐々に変わっていくということが必要なので、ロング丈のステンカラーコートとか、チェスターコートのようなものを、 まあ、いきなり着るというよりは、こういったジージャンとかそういった気に入ったものをベースにしながら、中に着るものを変えてみるだとか、パンツの色をブラックにするだけでも、だいぶ雰囲気変わってくるかなと思います。で、今ね、ジャーマントレーナー履いていますけども、さっきのこういったコンバースのオールスターっぽいものでも、結構相性がいいと思いますね。かえってこれぐらいで外しきかせるのも、僕はいいんじゃないのかなと思うんですよね。ああ、なんからしいですよね。こっちの方がその人らしさが出るかなと思うので、 まあこういった感じで内側をちょっと調整しながら、アメカジのようなアイテムも一部入れつつですね、ジージャンと、あとはこういったスニーカーで入れつつ、ブラックのパンツとこういったね、ストライプのシャツみたいなもので調整するのもすごくバランスがいいかなと思います。で、このジージャンもいいんですけども、やっぱり着丈が短くて、ちょっと子供っぽく見える部分もあるんですね。僕は大好きでよく着てるんですが、まあそれをですね、もうちょっと雰囲気変えるとしたらどうすればいいのかというところで、これもですね、ちょっと着替えてみて 見たいと思います。 はい、着替えてみましたが、どうでしょうかまあ、先ほどの G ジャンって、着丈が短いのがスッキリとしていて、すごくそれはそれでいいんですけども、もうちょっとですね、着丈の長さを出してあげると、まただいぶ印象が変わってくるかなと思います。これだとお尻がすっぽいと隠れるので、大人っぽく見えるんですね。着丈の長さが長ければ長いほど綺麗めで、短ければ短いほどカジュアルになってくるので、ステンカラコートよりは長くはないんだけども、でも適度に綺麗さが出るような、こういったハーフ丈のアウターですね。 これ今期のユニクロのですね、デニムワークジャケットなんですけども、まあこういったものでもうちょっと G ージャン風の雰囲気が漂うので、アメカジが好きな方でも割とこれなんかはスッと入りやすいのかなと思います。先ほどの G ージャンとの着こなしだと結構シャツの方がかなり長かったんですが、こちらだとアウターの方が長くなってくるので、まあさらに収まりがいいかなと思うので、このようなちょっとアメカジっぽさを感じるようなアイテムなんだけども、今っぽいものに変換してあげるとバランスがいいかなと思います。まあ、こちらもですね、ワークジャケットなんです けどちょっとこう肩のラインが落ちてたりだとかまあ、サイズ感がちょっと今っぽくなっていますのでまあ、そういったところから見てもですねアメカジ好きな男性にもすごくハマりがいいんじゃないのかなと思います他にはですねもっとこう癖の強いアメカジっぽいもんですねこういったミリタリージャケットっぽいものなんかは特に40代以上の男性は好きだったりするんですねこれ単体をですね例えばチノパンだとかデニムで合わせてしまうと かなりですね、ゴリゴリのアメカジになってしまうんですが、これをですね、もうちょっとクリーンに着こなすとどうなるのか、これもちょっとですね、着替えてみたいと思います。はい、ということで着替えてみましたが、どうでしょうか。まあ、これ単体で見ると結構ミリタリー感が強いと思うんですよね。どうでしょうか。 僕もですね、なんだかんだでアメカジの香りのするものは大好きで、結構ちょこちょこ買ってるんですね。まあ、レミレリーフとかも大好きですし、結構そういったアイテムは買い揃えているわけなんですね。これは去年、アーバンリサーチで購入したものなんですけども、これなんかも非常に気に入っていて、プライベートでよく着てるんですが、まあ、このような男臭いようなアイテムというのは、やっぱり合わせるときにちょっと小綺麗なアイテムとミックスしてあげた方がバランスが取りやすいんですね。先ほどお伝えしました、色が落ち したブブルーデニムだとかあととととかかああははパパパンンよりはさっっききらずっと履いててるるラッック系のパンツでパキッと引き締めてあげると小綺麗さんも出ますそして、内側はですね、さっきストライプ系のシャツ着てましたがえ、今回はですね、白シャツですね。バンドカラーの白シャツを着ました。これはユニクロでもですね、先日ご紹介しました、エクストラファインコットンのですね、シャツがあるかなと思うんですね。そちらで代用してもらうといいかなと思うんですが、このような形でバンドカラーのちょっとスッキリとしたシャツをですね、内側に着て、クリーンな 感じをミックスしながらだと、割と男っぽいミリタリーアイテムもですね。 合わせやすかったりするんですね。なので、アメカジアイテムが NG ってことは全くなくて、それらのアイテムだけで全身コーディネートするのが、ちょっと難しいというところなんですね。ですので、皆さんの着こなしの中に、まずブラックのパンツ、これだけでもいいです。これを加えるだけで一気に見栄えが変わってくるかなと思いますし、それにプラスアルファーするとしたら、シャツ系ですね。チェック柄のシャツではなくて、ストライプのシャツだとか、無地の白のバンドカラーシャツが結構使いやすいんですね。ここにエリ いいているレギュラーカラーーカとかボタンンダウンシャツも悪くはないんですよただ、ボタンダウンシャツっていうのもちょっとアメカジを放出させるところがあるので、ちょっとこう、スッキリと見えるようなバンドカラーとか、このようなものの方が、まあ、今の雰囲気には合わせやすいかなと思いますし、あとは重ね着がしやすいんですね。アウターにもこういった襟がついていて、内側のシャツも襟がついているよりは、ちょっと内側のものはですね、スッキリと襟元させた方が、意外とですね、ごちゃごちゃしなくていいかなと思うので、まあ、ぜひですね、このようなスタイルですね、皆さん一つの 参考にしていいただければなと思いますこの動画を見ていただいている方の中にもアメカジ好きの方もいらっしゃると思いますし、あとはですね、結構うちの旦那さんがアメカジ好きでどうにかしたいと思っている奥様もいらっしゃると思うんですが、まあ、いきなり全部を変えるのは結構心理的なハードルが高いと思うんですね。あくまで今の自分の好きなスタイルがあって、それを一部活かしながら相手もちょっと交換するだけでも見栄えが変わるというところが、今回の動画で少しでも伝わったら僕としても嬉しいかなというふうに思っています。 いやー、いかがでしたでしょうか、皆さん。今回の動画では、雨山ヤさんに登場していただきましてね、大人のアメカジベースの着こなしをですね、まあ、徐々に綺麗めなアイテムをミックスしながら、今っぽい着こなしにですね、変換していくような、そんな動画を作ってみたわけなんですが、まあ、僕自身はですね、アメカジのアイテムって結構好きなんですよね。まあ、気づいている方もいらっしゃるかなと思うんですが、今内側に着ているこちらのシャツなんかも、アメカジ感があって、ヴィンテージライクなアイテムで、こういったもの大好きなんですよ。 なのでそういったものを否定しているわけではなくて、まあ、全身をそういったカジュアルなアイテムにするのではなくて、うまくですね、1点2点に絞り込んで、あとは綺麗めなアイテムとミックスしてあげれば、結構自分らしいスタイルというか、今の時代の雰囲気だとか、今の自分の年齢に合った綺麗さをですね、取り入れることができるので、ぜ、ま、ひ、あ、皆さんもですね、今後の着こなしの一つの参考にしていただければなと思っています。僕自身ですね、古着もすごく好きでいっぱい買ってましたし、アメカジベースのアイテムは未だに買います。それだ だけではなくて、結構クラシックなイタリアっぽいブランドとかアイテムも大好きだし、ドメスティックブランドだとかハイブランドだとか、本当にいろんなジャンルのアイテムが好きなんですね。それぞれのジャンルに魅力があったりだとか。素晴らしい点がたくさんあるので、どのスタイルを自家にしててもそれを活かしながらですね。大人っぽい着こなしはできるかなと思うので、まあ、そういった部分を含めて今後の動画でどんどん表現できればなと思っています。こちらのチャンネルでは、これからも大人の男性に向けてメンズファッションの基本ですね。なるべく分かりやすく解説したいなと思ってますので、是非。 の方方ははチャンンネル登録ままたたたた気に入っっててていただいいいだだグッドボタンを押していただければなと思っていますで、普段の動画だとですね、結構ベーシックな内容をお伝えすることが多いんですけども、僕自身は結構ドメスティックブランドだとか、古着っぽい世界観のアイテムだとか、まあいろんなハイブランドとかも好きで買ったりするんですが、そのようなちょっとコアな情報に関しては、僕はもう一つ運営してます。YouTube のメンバーシップチャンネルの方で結構しっかりめに解説をしています。週にオリジナルの動画を3本出してまして、それにプラスして1本はライブ配信になってるんですね。 皆さんの質問に直接お答えする形で、ワイワイとライブ配信やってるのが、僕は結構好きなので、ぜ、ま、ひ、あ、気になる方はですね、概要欄からチェックをしていただきたいなと思っています。また、なかなか動画をゆっくり見る時間がないんだよね。大山さんの動画長くて見てらんないよという方もいらっしゃると思うんですね。まあ、そんな方のために、オンラインサロンっていうのもやっています。そちらの方では、文章と写真ベースで、おすすめのアイテムですとか、コーディネートの解説を行ってるんですね。僕の方では、1日1、2回の投稿してますし、 僕以外のスタイリストの方だとか専門家の方も記事をアップしてくださってたりだとかあとはですね参加者の皆さんも記事をアップすることができるんですねまあ、様々な買ったものをご紹介したりだとかまあ、こんなもの探してるんですけど皆さん何かありませんかだとかまあ、一つのですね掲示板的な感覚で楽しむようなサイトになってますのでこちらも気になる方は概要欄からチェックしていただきたいなと思っています以上スタイリストの山俊でしたまた次回の動画もお楽しみに